こんばんは、三市村正樹です。歌がうまい、楽器が上手ってどういうことかっていう話をしますけども、これから言うことは絶対音感の話とは限りません。限らないっていうか、どっちかといえばそっちじゃない、相対音感の話です。絶対音感っていうのはピアノを3歳とか4歳とか5歳とか6歳とかその辺でピアノを習ってた子じゃないとなかなか身につかないと言われていて、もう7歳超えてからはもう僕らには身につきませんみたいな感じなわけですよ。全ての音がこんなんでも音に音高としてドレミファソラシドのどこの音かが分かってしまうっていうのはもう幼少の頃にしか身につかないことなんで、で僕らは何が大切かというと相対音感、一つの音を出してそっから次の音がどれくらい離れている音程差なのか、音程差って言葉おかしいけど、音程、音の差のことを音程と言います。音程のことが分かることを相対音感と言います。そっちが僕らには大切で、それは別に幼少の頃にピアノを習ってなくても訓練をしてなくても今からでも訓練次第によっては身につけることは可能だっていうことの話です。という前置きがあったところで、歌がうまいっていうのを題材として少し3つ項目挙げると、1番音高を把握できる能力、2番音高を声に出せる能力、3番歌に魅力があるということ。この3つをちょっと考えてみましょうということで、あの人歌うまいよねとか、あの人ギター上手だよねとか言っても、そのなんか分析というか言うわけじゃないけど、そんなものもものすごいたくさんいろんな見方ができるわけですよ。で例えば音高を把握できる能力ってのは、例えばここを見ずに何かこうやって、って弾いたこの音を、ここの音っていう風に楽器持ってれば当てられる。これは今の音を僕が把握できたっていうことですよね。でじゃあ今のこの音、僕が正確に出せるかどうか、じゃあまた別の話、出せるんでしょうか。でーでーでー、皆さん今僕の声を聞いてどう思います？相当難しいんですよ。これは2番の音高を声に出せる能力、これは難しいんですよ。まあ、訓練は可能だけども、その訓練ってのはものすごい訓練しないと本当は出せないくらいの話。その絶対音感を持ってるような、幼少の頃にピアノを弾いてた子が大人になってからは割とこれうまくいったりするけども、幼少の頃にピアノ習ってなくって今この能力を上げようと思うと結構大変じゃ大変。まあある種ですよ。例えばで言うと、現存する歌手の皆さんの中では広瀬香美さんは相当この訓練を、まああの人がピアノをやってたのかどうか知らないんですが、相当この訓練を積んでいる人ってことなんですよ。で今ので語弊が出たかもしれないんだけど、大抵の人はあの人ほどは努力はしてない感がちょっとだけあります。まあ昔の郷ひろみさんは割とこういう訓練相当やってたらしいんだけども、まあ、そうやってあんまりね歌手名出していくとちょっとあれなんだけども、非常に言いづらいんですけども、小室ファミリーの皆さんというか、あの人が探してくる歌手の皆さんってほぼ全員音程が低いんですよ。音程が低いってのは僕も一緒ぐらい、さっきの音一緒ぐらい、さっきの音って何やったっけ、この音やったっけ、これをね、例えばこうやってチューナー出してこうやって弾いて、これ今緑色光ってますよね。これが正しい音なわけですよね。でこれをじゃあ僕が口で言えるかっていうと、てーてーてー、相当探して今こうやって探してるんだけど、緑色で止まらないでしょ。ね。ガーン。今低いよね。
要するに僕はさっきみたいにピアノで鳴った音をもう一回ギターで鳴らすってことはもうすごく簡単なことなんです。音高を把握できる能力は僕はあるってことなんですよ。身についたってこと。でも2番の音高を声に出せる能力としては僕訓練してませんから、一応根本的にはミュージシャンレベルでいうと、音楽業界レベルでいうと、僕はあんまり音高というものの多少のミュージシャンレベルだよ、ミュージシャンレベルで言うと僕は自称音痴です。一般レベルじゃないよ、ミュージシャンレベルで言うと少し僕は音痴です。相当難しい。でも僕は歌でレコーディングをすることがあります。それは修正することができるからでもあります。で、それと3番の歌に魅力があるかどうかはまた別の話なわけですよ。歌唱力っていうのは2番と3番両方に関わってくるんだけども、あの人の歌いいよね、私はあの人の歌が好きっていうのは、ちょっとさっきの2番の音高を出せるかどうかとちょっとまた違うわけ。魅力なわけ。魅力っていうのはその人が持ってる、もう鼻から容姿も含めた、ね、持ち合わせた人間としての佇まいっていうのも含まれちゃうし、実際声出してなくてもね。で、声を出した時にその声の音色というか、その人が持ってる声質、もともとのその声の喋ってる時のトーンとか、そういうのも含む魅力が、今度歌に乗ってメロディーに乗って音程を変えて長さを決めて歌を歌っていくことに関しての、それはテクニックとか技量とか訓練なわけですよ。そっちはそれを含めて、訓練したから魅力が出る人と、訓練してないのに鼻から魅力がある人と、声質とかそういうもともと持ち合わせたところがすっげえ良かったじゃん、まあまあなんだろうね、ある種山口百恵さんとかももともとの持っているものが大きかったっていう部分もあるだろうし、薬師丸ひろ子さんの声質っていうのはもう本当特殊というか、あれはもうしょびってる時からのその声の入り口としてのもうその声の音質がもうすごく個性的で、他にはない声を持ってた上で、たまたまめちゃめちゃな音痴じゃなかったっていうところがプラスアルファされていくわけですよ。これはね、まあその音楽業界というか、まあミュージシャン仲間の中で非常に僕たちがこう少しだけ憤るというか、って思っちゃうのは、日本の音楽って正しい音よりもちょっと低い音の方が受けてるんですよ。それがね、僕らにとってはちょっと心苦しいというか、それでいいのかってちょっと思ってるっていうか、まあ、さっき言っちゃったんだけど、小室ファミリーの、まあ、ズバリ言うと、別に僕はバカにしてるわけじゃないですよ。その人はその人で、その人自身の魅力というものと努力というものがあった上で、あれだけ大ヒットしてるっていうことなんだけども、正直僕たち音高を把握できる能力を持っている人間からすると、安室奈美恵さんの歌ってのはちょっと居酒屋さんでかかるとちょっとしんどいんですよ。この気持ちが分かってくれる人は割と大勢いるとは思うんだけども、その人の魅力とかじゃなくて、音程がここの 音を出すべきところのところに届いてない、なさすぎるっていうか、どれぐらい届いてないか、これぐらいだったら許せるけども、これぐらい届いてないじゃないのみたいなのが、それはまあグローブっていうグループの恵子さんだっけで、まあまあどっちかといえば香原朋美さんは割と2番が割といいのよ。抜群とは言わないけども、他の小室ファミリーのボーカリストに比べると香原朋美さんは割とまともな方なんだ。ある種ものすごく昔ながら周りの人たちが本当は違うんだけどなってことは多々あって、昭和のアイドルの時の話とかで、南沙織さんっていうのが、まあ、結構ヒット曲バンバン出してて、僕も大好きで CD は持ってるんだけど、だけど世間には知られてないよねっていうところでいけば、南沙織さんはちょっと音痴なんですよ。それが社会には、まあ別にそれはさっき言ったように日本って少し音程が低い方が売れたりするんですよ。そこがなんかっていう。で、
浅田美代子さんの音程は合ってるんだよ。それなのにあんな扱いを受けてしまったのは、まあ、あの昔の生放送バンドのね、意地悪とかいろいろあるんだけどね、そういう。あと美代ちゃんは一応ね、音を直す能力があるわけ。ちょっと下から入っていってもあったけど、あ、音程間違えたと思ったら修正する能力があるから、しゃくり上げで音を直すことができてるのが浅田美代子さんなんですよ。南沙織さんは修正はできないんで、永遠にこれぐらいの差があって音、歌を歌ってるんですよ。で、決してそのなんだ、どっちがいいんだ正しいんだじゃないんですよ。結局好みっていうものになってきちゃうから、その人の人物像と声質と歌の雰囲気との魅力というものが最終的にはその歌唱力の魅力ではあるんで、でしゃくり上げっていうとね、例えばね、まあこの話面白いかどうか分かんないんだけど、九州出身の人たちってしゃくり上げが多いんですよね。まあ、美代ちゃんは違うと思うんだけど、チャギアンダアスカのアスカさんとかがね、余計なの、あのここまで本当はひどくないんだけど、モノマネするなら余計なものなどないよねっつって、半音か一音下からはこうやって持ってくと飛鳥さんに似るんですよ。そのここまで本当の、あのレコーディング音源はここまですごくないからね。とか例えば武田鉄矢さんがね、あ、今も聞こえるあおふくろの声、全部下からこうやっていくの。それって割と藤井フミヤさんも割とこうやっていくのよ。あと甲斐義博さんが、お前を話はしないとか言うね、ごやんやんがゴンダンスっていうみたいな。大勢の人ってこうデビューした時は割とまともに歌ってるけども、だんだん大御所になっていくと、こう自分の歌い方っていうものを固定化していくところがいろいろあるじゃないですか。まあまあそういうところも含めての、これは個性だ、魅力として決定づけられましたが、割と九州地方の人たちにはしゃくりが多いっていう面白さ面白さ時点で言うと、どんどん話はそれてるけど、あの寒い国の人たちのダンスは上半身で踊らない、下半身で踊る。でテンポが速くなっていく。あったかい国に住んでる人たちの踊りは上半身で踊る。ちょっと今話それすぎた。この話はいずれどこかで。ということで、まあ、つまりその何が言いたいかっていうと、楽器っていうのは訓練場所はここじゃないわけですよ。僕は音を聞き取る能力が備わりました。何十年もギターをやってきたおかげで備わりました。でもそれをそのまんまもう一回声に出して、正しい音程の周波数でその音をちゃんとドンズバで出すってことは、そんなに訓練もしてないけども、まあ、標準以上のことは一応修正はできますよ。楽器はそのチューニングさえ合ってれば、その音出したいと思って、その音が3弦の11フレットですよって言われれば出せるんだから、チューニングさえ合ってればそこの訓練はいらないってことになるよね。タブ譜があって、タブ譜に3弦の11フレットって書いてあったら鳴らせばいいだけじゃないですか。ここにおいての音高の2番の音高というものに関しての間違いは出ないわけですよ。キーボードだったら余計でしょ。だけども楽器でも3番目の魅力っていうものは、音色とちょっとしたピッキングのタイミングとか腕前っていうのは表現力につながっていくものなわけですよ。技術はあった方がいいんですよ。でその技術というものは別に早く弾くことのだけが技術じゃなくて、遅く弾くことも技術だし、その表現としてのタイミングを、ベストタイミングをチョイスできるということも技術だし、小さな音で弾くことも技術、大きな音で弾くことも技術、音を止めることも技術、伸ばすことも技術、音色を作り上げることも技術の最終的に集まって出したものは表現力によって、その人の出した音が魅力あるかどうかは、それはもう他人任せ、自分が決めることじゃなくて
まあ、この人はこの人のギターを気に入るか気に入らないか、この人はこの人のギター嫌いだと別に構いませんよ、この人がこの人のギターは最高だと言ってくれる、ありがとうございます。それは感触は僕が決めるんじゃなくて聴いてくれている人が決めること、それは好みっていうことなんですよ。好みであるものを人にあいつはギター下手だからなとか言って、批判的に人に伝達してはいけないわけですよ。僕はあの人のギターあんまり好きじゃないんですよはいいんだよ、あいつのギターはダメだっていう伝達表現はその表現が間違ってるってことになっちゃうわけ。なので結局歌を歌う歌手の人の歌だとしても音高というものの音程を取ること、それを出すことがずれててもそれは一応間違いではないわけよ。ただ僕たちにとってはちょっと聞いているのがしんどいっていう。でまあね、まあね、僕がまあまあそんな偉そうに言うわけじゃないんだけど、実際聞いて聞いて、この子はすっげー歌うまいなって思ったのは、三浦大知くん、彼はとんでもなく歌がうまいなって思いましたね。それは2番がもうまあとにかくずば抜けてすごいっていうことと、3番も、やっぱりうまい人ってのは、なんだろうね、うまい人ってのは誰が聞いたってうまいじゃんっていう、それはあるじゃんっていう、そこな感じで、結局じゃあまとめに入りますと、1番音高を把握できる能力っていうのは鍛えれば養うことができるわけですよ。若い頃にピアノを習っていない人でも、中学1年生からギターを始めた僕でも、何年か何年か努力をしていけば音を把握する能力は備わります。それは相対音感というものを身につけることは可能だっていうことなんですよ。だからそこは諦めないで頑張りましょうよっていうことなんですよ。で歌手の人、歌い手さんっていうのは2番をもっと力入れた方がいいんじゃないかと。2番が少し足りない感じのまんま3番のことばっかり熱中しているっていう感じの、その非常に難しいのは、3番っていうのはある程度その人の人柄とか性格とか見た目とか容姿とか姿形も多少は関係してしまう、持って生まれた声質というものも関係してしまうことなので、ある意味では努力しがいのあるところってのは2番なわけですよ。でそれに対して楽器演奏者っていうのは、2番っていうのは鍵盤を押せばその音は出るわけですよ。ドを鳴らしたいと思えばここを押さえて弾けばドは鳴るんですよ。なんだけども、とかく割かし多少こうね、楽器を習得する、上達したいというところに、どうやって弾いたらいいんですかとか、どの音を出すべきなんでしょうか、スケールを覚えた方がいいんでしょうか、どうすれば上達しようするんでしょうかっていう、それってある意味では2番のことの悩みが多いわけですよ。音高を出すという力、そこのことがあまりにも多すぎて、3番が若干おろそかになっているというか、おろそかっていうよりも、2番はできて当たり前に近いことの要素が多いわけ。まあタブ譜があって、タブ譜の通りに3弦の5フレットと7フレットを弾きましょうってタブ譜が書いてあったら、こうやって弾けばドレって音は出せるわけじゃないですか。そこに悩みの大半が集中しているっていうのは、本当はちょっと、もうちょっと本当は3番の方に向かうべきではないかと。それは表現力、譜面にはドーレって書いてあってドーレって弾ければいいんでしょう。それはもう当たり前の話、ドーレをどうやって弾くかなのかっていう、そっちの方の楽器を演奏する、表現をするってことは、そっちにもものすごく大量にやるべきことを、習得したいことってのは大量にあるはずなんだけども、なんとなく大勢の方の
悩みどころっていうのが2番に集中しちゃってるんだけどもっていう、そこがまあ歌い手を目指してる人とギターが上達したい人のちょっとした違いでもあって、これは単なる一個のきっかけとして僕が今説明していることのから何かをつかみ取る、何かを受信するとするならばっていうお話だと思ってください。別にこれが100人に説明して100人の人が全員が受信してくれるとも思ってないし、別にそのね全ての人がそれを職業にするわけでもないんだけれども、でも上達ってのはどこにあるんでしょうねっていうのは、まあちょっとした価値観の入り口から分析してみればこういうことも言えることは言える感じっていうのはあるよねっていうお話でございます。よかったらチャンネル登録、コメント、いいねボタンよろしく。